皆さんこんにちは。現皇后陛下の雅子さま、お生まれになられてからどのような生い立ちと経歴を歩んでこられたかご存知でしょうか。今回はそんな雅子さまの来歴についてご紹介します。雅子さまは1963年12月9日に外交官であった小和田久志さん、由美子さん夫妻の長女として東京都港区赤坂葵町現虎ノ門にある虎ノ門病院にて誕生。出生時は一家で世田谷区桜上水の外務省官舎に居住していました。そして父の久志さんが在ソ連日本大使館一等書記官に就任したため、一家でソ連に渡り1歳数ヶ月からソビエト連邦のモスクワで過ごしています。2歳の終わり頃から同国のモスクワ市立デツキサートナンバー1127保育園に通園。当初は慣れない言語や集団生活で泣き出すこともあったそうですが、ロシア語もすぐに上達し、妹たちにロシア語で話しかけたり、寝言もロシア語で言うほどだったとか。この時、モスクワ市のクツゾフスキーで過ごしました。その後、1966年7月に一家でスイスに渡り、スイス連邦ジュネーブで過ごします。同地で双子の妹たちの玲子さんと節子さんが誕生。母の由美子さんと生後直後の二人の妹はベルンのスイス大使公邸に滞在したため、久志さんと雅子さまだけモスクワに戻り、家政婦と三人での生活を送ったそうです。1968年5月からは久志さんが国際連合日本政府代表部の一等書記官に就任したため、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨーク市に一家で渡り、ブロンクス区のヘンリー・ハドソン・パークウェイという郊外で過ごされます。この頃から区内のコンドミニアムに家族と引っ越し、同年9月から1年間ニューヨーク市立第81パブリックスクールの付属幼稚園に通園。1969年9月には私立第81パブリックスクールに入学。この頃からピアノを習い始め、またこのアメリカ滞在期間中は日本語を忘れないようにニューヨーク補習授業校に通学していました。1971年3月、久志さんが外務大臣秘書官事務取扱いに就任したため、一家は日本に帰国し、新宿区東大久保の国家公務員官舎に引っ越しています。ちなみにこの外務大臣秘書官事務取扱いの前任者は第87代内閣総理大臣の小泉純一郎さんです。帰国してからは目黒区立原町小学校第一学年に編入し、5月には新宿区立富久小学校第二学年に編入。そして第67代内閣総理大臣福田赳夫さんの次男横手正雄さん一家と毎年冬になると1、2週間スキー旅行をしていたそうです。義母の美智子上皇后様が双葉小学校附属幼稚園に通園していた当時の担任教師が開設した塾に通い、編入学試験の勉強を1年続け、1972年4月に田園調布双葉学園田園調布双葉小学校の3年生に編入学した雅子さま。生物部に所属し、卒業文集には将来は獣医になりたいと記しており、この頃から雅子さまの母方の祖父でかつて存在していた日本工業銀行の常務取締役や窒素株式会社の社長を歴任した江頭豊さん宅で同居を始めます。その後の1975年4月には田園調布双葉中学校に進学し、自らソフトボール部を結成し活動。1978年4月には田園調布双葉高等学校に進学しますが、1979年7月から久志さんが在米日本大使館講師に就任したため、1985年6月までの6年間米国のマサチューセッツ州ボストンへ一家で移住。そして1979年よりボストン市郊外のベルモント市にあるマサチューセッツ州立ベルモントハイスクールへ日本の高校2年生に相当する11年生として転入学し、
2年間通学して、ここではソフトボール部と数学クラブに所属しました。ちなみに当時の雅子様にはカウンセラーの教師もつき、勉強の進み具合や授業内容が本人に適しているかどうかなどの配慮が施されたそうです。ご本人の努力やそういった環境もあってか、ハイオナースチューデントと呼ばれる最優等学生と認められ、アメリカ政府が米国全体の上位 5% の生徒に贈るナショナルオーナーソサエティを受賞した雅子様。在学中は地元紙が年に数回掲載する成績優秀者の欄に常に登場していたそうです。また、ドイツ語科においてドイツ政府運営のドイツ総領事賞及びゲーテ・インスティトゥート賞を受賞するなど語学活動にも熱心だったそうです。さらにこの期間、高校2年生から大学1年にかけて講談社がアメリカで編集制作していた英語版日本百科辞典にあたるエンサイクロペディア・オブ・ジャパンの編集を手伝います。1981年、同ハイスクールを卒業し、同年、ハーバード大学経済学部に入学、国際経済学を専攻します。ちなみに雅子様は、ハーバード大学のほか、イェール大学、プリンストン大学など、米国社会では伝統的に東海岸の裕福なエリート校グループと捉えられている複数のアイビーリーグ校に合格しましたが、日本で就職するには名前の通った大学がいいと考え、同校に進学したそうです。その頃、父の久さんが在ソ連特命全権公使に就任したため、雅子様一人を残し、一家はロシア連邦のモスクワに引っ越します。指導教官はコロンビア大学地球研究所長を務め、国連ミレニアムプロジェクトのディレクターも兼務しているジェフリー・サックスさんで数理経済学を学びます。在学中は心身障害児の運動指導やフランス語のサークルに参加し、1年時に日本文化クラブを自ら創設し、1年時には書記を担当、2年時で副会長、3年時には会長を務めました。知日派の研究者たちを招待しての講演会や浮世絵や能の紹介、黒澤明監督作品などの日本映画上映、習字、折り紙の紹介、日本食の試食会、ダンスパーティーなど日本文化を紹介するイベントを企画実施された雅子様。さらに学生評議会の広報も担当し、アンドルー・ゴードン教授の助手として日本現代史関係の資料研究を手掛けました。1年時の夏休みにはドイツのゲーテ・インスティチュートに2ヶ月滞在してドイツ語の特訓をし、2年の夏休みにはフランスのグルノーブル大学のフランス語夏季講座に参加するなど、外国語の学習活動も活発でした。在学中は週末もデンマーク大使にボストンを案内するなど、外交官見習いのようなことも頻繁にしていたそうです。ちなみに雅子様が日本で教育を受けた期間は計9年4ヶ月であり、海外で教育を受けた期間は計9年と若干多く日本の教育を受けたこととなり、また初等教育、中等教育、小学校1学年3学期から高等学校1学年1学期は日本で生活し義務教育を受けているため、厳密な意味での帰国子女ではないと言われています。1985年6月にハーバード大学を卒業された雅子様は、米国から帰国した翌年4月に東京大学法学部第3類の3学年に外部学士入学をされています。100名中3名の合格であったそうで、雅子様は当時の皇太子成仁親王との婚約内定後にこのことを振り返り、米国に残ったら寝なし草になってしまうような気がして日本に帰りたかったと振り返られています。中スウェーデン特命全権大使の村住康さんの娘さんが外交官になったことに刺激を受けて外交官を志し、同年10月に外務公務員採用一種試験に合格、外務省入省が決まります。ちなみに合格者は28名で、うち女性は3名でした。その後、約2年半ほどの研修留学から帰国し、1990年7月に
北米局北米2課に配属され、経済局国際機関第2課配属、 OECD の担当や北米局北米第2課勤務を経て、外務省での職歴は5年10ヶ月となった雅子様。その後はご存知の通り、当時の皇太子徳仁親王と出会われ、2019年5月1日より皇后様となられています。いかがでしたか？雅子様の生い立ちを振り返ってみると、ものすごい経歴の方だったことがわかります。二人の妹さんの経歴も負けず劣らずで、妹の玲子さんはソルボンヌ大学に入学後、慶応義塾大学を卒業し、スイスのジュネーブ大学国際問題高等研究所大学院を修了。国際公務員やユニセフ協会の顧問などを務めています。もう一人の妹の節子さんも東京大学文学部英語英米文学科を卒業して、本田技研工業に入社。2年間勤めた後に、東京大学教養学部教養学科やハーバード大学大学院社会人類学専攻博士課程に入学して、人類学博士号を取得。東京大学や国際キリスト教大学、早稲田大学の非常勤講師を経て、現在は福知山公立大学地域経営学部教授に就任されています。雅子様は体調のご不安なども報道されていますが、これからもご自身のペースで公務に携わっていただきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。